クリンケンベルグ彗星は1743年から1744年にかけて現れた大彗星であり、近日点に達した後に現れた線上の6本の尾が特に有名である。彗星の命名規則に基づいた名前は C-1743X1 であり、施造彗星や1744年の大彗星とも呼ばれる。 クリンケンベルグ彗星は3人の天文家によって独立に発見された。1743年の11月下旬にヤンデミュンクヤンデマンク、12月の第2週にディルク・クリンケンベルク、ダーク・クリンケンバーグ、その4日後にジャンフィリップ・ロワドシェゾーが彗星を発見した。1744年に入ると、クリンケンベルグ彗星は数ヶ月間肉眼で見えるようになり、 空を華々しく飾った。クリンケンベルグ水星の絶対等級は0.5等であった。これは歴史上6番目の明るさとなる。この水星の見かけの等級はマイナス7等に達した可能性があり、大水星と呼ぶにふさわしい明るさであった。クリンケンベルグ水星は3人によって独立に発見された。1743年11月29日には、 ミデルブルフでデュミュンクが同年12月9日にはハールレムでクリンケンベルクが同年12月13日にはローザンヌにある天文台でシェゾーがそれぞれこの水星を発見したこの時シェゾーはクリンケンベルク水星は尾がなく三等星のぼんやりとした星に似ていたと言っておりこの水星のクマを5分角で測定した近日点が近づくにつれ水星は 着実に明るくなっていった。伝えられるところによると、1744年2月18日には、金星のように明るくなり、日本の尾を伸ばした。1744年の3月1日頃に、クリンケンベルグ水星は、近日点に達した。この時水星は、太陽から 0.2au の位置にあった。この時点で日中でも、肉眼で観察できるほどに、水星は明るくなっていた。 近日点から離れる時には壮大な尾が一本、現れた。朝の薄明かりの中では、水星の頭は見えなかったにもかかわらず、尾は水平線上に伸びていた。1744年3月上旬には、施蔵や他の観察者が、地平線上に6本の尾が、線上に広がって現れるというとても珍しい、現象を報告した。クリンケンベルグ水星の尾の構造は長い。 間天文学者を悩ませた。他の水星でも複数の王が生じることはあったが、この水星のように6本の王が生じることは今までになかったからである。この現象はクリンケンベルグ水星には王を生成する活動的なガス、ゴミが3つもあり、それによって戦場の王が生成されたと示唆されている。クリンケンベルグ水星の王の現象はウェスト水星や マックノート水星などの水星に見られるようなゴミの尾の顕著な例であるという説が提案されている。3月9日に施造は北半球で最後となる観察を行った。南半球では3月10日以降でもこの水星を観察することができ、3月18日には約90度まで尾が伸びた。1744年4月22日以降は南半球でも 水星を観察することはできなくなった。クリンケンベルグ水星は中国でも観察記録が残っている。この観察記録には水星とともに音が生じたと記されている。これが事実ならば、この音は地球の磁気圏と粒子の相互作用によって生じたものと考えられる。当時13歳だったシャルル・メシエもクリンケンベルグ水星を観察している。メシエは メシエカタログを作った後に多くの彗星を発見した。ありがとうございます。